怖えな、おい。こっち向いてんな。まあ、とりあえず走り回って、今まで捕まえてないポケモンを捕まえていこう。ガーガー。まだまだここ全然ね、回ってないけんね。こういうのミノムッチおるんやねん。来ないでくれるかしら。ちょっと待って、やめてよ。いやー、いっぱいおる。目が赤いやつまでおるし。やめろって。私、ミノムッチを探したかったんだよ。この辺から飛び降りたらさすがにあれかな。ダメージ受けるかな。一気にベースまで戻ってきたんですけど。なんかめっちゃ鳴き声聞こえたね、今。いいよ。この高さならまだ大丈夫。水の方なら大丈夫かな。ふぅー。川下りね。川下り川ってか滝やな。私、ギャラドスとかも捕まえてないんよね。え、捕まえとったっけ？捕まえたような気がするな。毒クラゲとか捕まえてないんよね。え、見かけはしたんやけど、あ、この先行けん？くそ。くそ。毒クラゲさ、ちょっと近づいたらめっちゃ攻撃してくるもんね。え、もしや、こっちも行けない？いや、行ける行ける。これさっき行ったところかな？違うか？あ、同じようなポケモンしかおらんね。何やったっけ？ゴルダックと、マスキッパやっけ？あ、そこになんか人おるよ。こう。やあやあ。こんなところまで遠路はるばるよく来たものです。あなたの道選びにはこだわりを感じます。そんなあなたにふさわしいレシピです。ぜひ作ってください。何？レシピくれた。ありがとう。あゆな、こだわりちまきのレシピを手に入れた。はちまきかと思った。違った。ちまきか。あなたのこだわり、クラフトにも込めてください。それでは。お、いなくなった。ずっとここにおるわけじゃないんや。私にレシピを伝えるためだけにここにいたのかもしや。ふっ。そんなことのために、受け継がんといかんレシピやったんやね。まあ、きっと私が作ることはないだろう。うわ、なんかおる。あ、ここはあれか。なんか、ストーリーの時に来たところよね。なんか、銅鐸みたいなのがおる、みたいな言おった気がする、私。ん？君は？君に用はないんだ。この辺とかなんか、特にだね。めっちゃなんか、ポケモンの鳴き声が。え、マジでさ、捕まえたことないポケモン。全然おらんやん。あっちの方とか登っていけそう。あそこなんかキラキラしとるけんいけるんじゃない？何？誰が私を見つけてんの？逃れられたっぽい。さっきの、あっちか。なんか人おるよ、人。明日はどっちだ？どうした？あ、この子、捕まえてないよね。あ、私のことはお気になさらず。もう全然お気になさらず、はい。この子、結局捕まえてないよね。ストーリー的に出てきただけで。よいしょ。どうや。イェーイ、ドーミラー。ゲット。あれって三姉妹のやつじゃない？え、違うかな。あなた止まりなさいな。ほら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 、そうや。そうやそうや。え、ちゃんとフィールド上におるんやね。そこに。目に見えておるんや。調査なのに気を抜いているから私に見つかるんだよ。野党三姉妹、長女のお松と出会ったあなたの不幸を呪うんだね。
勝負ですか。あー来た来た、野党のお松が勝負を仕掛けてきた。2匹持っとるよ、サイドン。うわーめっちゃ体に雪が。え、爆風でいける？微妙やね。ちょっと待って、何タイプ？ネオラントとかかな。あ、違う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 。ちょっと待って、ポケモンネオラント、水の波動、うん、水がいけるよね。ロゼリアもいけるんじゃない？ってことはネオラントでいこうっと、レベル的に。あ、相手40レベルいってないんやね。いっけーネオラント、水の波動。サイドン地面タイプやろ。イエーイ。さあ2体目はゲンガー。ゲンガーは何タイプでいけばいいんだ。ポケモン、悪でいけばいいんか。レントラーの噛みつく。他は、あ、地面、え、マジで？ゴーストに地面ってさ、え？昔、効果なしみたいなんならんかった？気のせいか。え？気のせい？レントラーでいくね。なんか、当たらんかったような気がしたんやけどな。よしよし。え、寝ないで。え、寝てない？まだ寝てない？しっかり、しっかり目開いて。キャー、レントラー。あ、そっか、私動けるんやっけ。今ちょっとびっくりした。待って、ドクロック。じゃあ、ドクロックの、何やった？大地の波動やった？大地の力やったわ。はい、これでいくわ。大地の力。おお、効果抜群。イエーイ。ドクロック結構でかいね、君。深くね。まあ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 、でもなるべくしてね。はん、大したもんだね。今のは小手調べ。次会った時は容赦しないよ。目死んでるよ、大丈夫か？お、消えた。何かを落としていったようだ。何？アイナは星の砂を3個手に入れた。マジか。道具箱に送られた。これ何？泥団子か。モンスターボールが落ちとんかと思った。あと、あ。いや、待って、見つけないで私を。ちょいとね、チョキ。やだ、見つけないでよ。見つけないでくれ。さ、さささ。こんなところまで攻撃してくるんすか。やめてよ。よいしょ、お、こんなところに。イェーイ、このエリアに散らばっている灯火の数は残り17個。さあ、周りがモヤモヤしとるよ、画面の周りが。あそこか。あ、ダメージを受けた。ですよね。しばらくしたら回復するはず。よいしょよいしょ。これね、あれよね。これがもしゼルダやったら、この寒さでね、徐々にダメージを受けよるけんね。ひっ。気づかないでください。よし、足音が聞こえた。気のせいです。風の音だよ、風の音。ちょっとずつ近づく。あー、バレたー。バレた、バレた、バレた。うわー、来ないでー。よっ、ポケモンの技ってどの辺まで来るんかな、追いかけて。
うわ、なんかあっち側にも。いわく。あれなんかチリーンもおらん？いわくチリーン、サイドンかな？サイドンとチリーン捕まえてないと思う。いわくはね、多分捕まえとると思うんやけど。じゃ捕まえてない。あ、木も登れるんやね、君。捕まえてないポケモンいっぱい捕まえて、昭和の私。あ、怖いって怖いって。図鑑をね、埋めていきたいんです。振り向かないで。怖いな、まったく。よいしょ。なかなか捕まえれる位置までいかない。そのまま振り向かないでね。ああ、お顔が怖いよ。ああ、来た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 。おっと、ひー、ちょ、あっちのポケモンの方先に行くか。え、ちょっと、木邪魔だよ。怖い怖い怖い。待って待って、下ろして、私を。う、あんなとこ、すぐそこにおる。怖えな、おい。あ、いえいえいえ。こっち向いてんな。めっちゃこっち向いてんな。これチリン先行けるん。ね、あれなんか寝転んどる？誰か知らんけどさ。うしょ。誰？あれ寝転んどんの。イェイ、チリンゲット。お、結構レベル高い。え、サイドン？あれもしかして。めっちゃ可愛い寝方するやん。ねえ、めっちゃ可愛い寝方するね、この子。捕まえれるかな。イェーイ、やった、サイドン。え、さっきまでのしのし歩きよったよね。びっくりした、背後にいるんですけど。君は攻撃してこない感じ？びっくりした。んで、ちょっとこのまんまのノリでさ、捕まえに行こうや。チリン、君全然。こっちに興味を持たないのね。あのところにベースあるよ、ベース。あ、近づいてこないで。いやー怖い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 。待って待って、追いかけてきてます？来てはない。これでさ、後ろ向いた時に私が捕まえに行けば、この距離からじゃ届かんけんね。近づいてきよる？そんなことないよね。そう。しばらくしたらさ、なんか定位置に戻っていくんよね。やっぱ、決まっとる位置があるってことかな、ポケモンたちに。めっちゃ警戒される。怖いって、威嚇しないでよ。めっちゃ威嚇しよるやん。こいつすぐ気づくんよね。くっそ。他におらんかな、新しいの。誰に見つかったんやろ。いわくか。ん？なんかチリーンがついてきてそうな感じがする。お、あれは？サイホーン？え、サイホーンってあんなにちっこいん？マジで？え、初めて知ったんやけど。サイホーンもサイドも変わらんぐらいの大きさなんやと思っとった。勝手に。めっちゃちっちゃい、かわいい。捕まえたーい。進化前も進化系も。捕まえたーい。あ、捕まえれそう。よいしょ。どうや？いけた！イェーイ！サイホーンゲット！やったね。嬉しい、嬉しい。いい感じに捕まえれるな。
上にゴローンがおるけど、ゴローンは捕まえとんよね、私。ゴローニャに進化させるのってどうやってするんやっけ？普通に進化できた？通信やったっけ？あれ捕まえとったかな？なんか、沼地みたいなところで捕まえた気がするな。ってことは大丈夫か。あれ、あのでっかいやつは？目赤いやつ？それともああいうデザイン？え、なんか色違くない？あれ。なんか色違うよね、あれ。なんかグレーのやつと、あっちのなんか、普通に色ついてますみたいなおるんやけど。え、わからん。あれって元々の色が、じゃなくて元々ああいう目の色？わからない。やめとこう。バイバーイ。ちょっと他のとこ行きます、先に。ニャース。ニャースじゃなかった。全然ニャースじゃなかった。よいしょ。え、かわいい。え、これあれやろ？ニューラやろ？え、ニューラよね。色違う。これあれ？ここの、翡翠やっけ、ここ。翡翠の姿って、え、か、座っとる。かわいい。え、めっちゃかわいい。ねえ、紫なんやけど。元のやつもっと黒っぽくなかった？いや、一瞬マジでニャースやと思ったんやけど。ほら、かわいい。ニューラ。白と紫や。へえ、そういうのなんや。いいね、いいね。あれ何？ですよね。見つけてますよね。来ないでくれますか？さっきのあれかな？ドンカラスかな？よし。ちょ、待ってね。なんかおったよね。トリっぽいポケモンおったよね。あれドンカラスか？とりあえず捕まえてないポケモンやけん、捕まえたい私。しかし手前に、びっくりした。手前にニューラがいるんすよね。あ、違う？あれ、あれやないん。見つけんなって、おい。なって。ちょ、上行くわ、先。さっさっさっさ。お、なんかおる。ゴルバットや。ゴルバットはね、捕まえてるんで。いらないんすけど。あ、どうもどうも。こっち側から降りよっかな。ほら、あれ、スカンクのやつや、ポケモン。何をどうカラスと間違えたんやろ。え、さっき鳥っぽいやつおらんかった？気のせいか。あ、気のせいやね。あれが、私にはカラスっぽく見えたんや。今の音聞こえたかい？そんなドスドスしないでよ。あのお気になさらず、私のことはめっちゃこっち見よるけど、待って、私が茂みに入るまで待って。びっくりした、何が大ニューラかと思った。よいしょ、捕まえたい。何バックするやんこいつ。ひっ、いやー、来ないでー。来ないでー。キヨルかな。めっちゃキヨルやん。やめてやー。いや。ああ！痛い！めっちゃ燃やされた。恐ろしい。あー、しかも捕まえれんかったし。いやー。待って。待って。あ、コイキングおるよ、コイキング。あれやん、コイキングの図鑑を持って寄ったやつ。後で倒しまくろ。とりあえず今はさ、あの子捕まえたくってさ、私。あの子なんて名前やっけ？スカタンク？そんな間抜けな名前やったっけ？コイキングなんもしてこんもんね。そっか。
あれよね。うお、怖え。ゴーリキーも捕まえとったよね、私。おそらく。ねえ、ずっとそこで見てくのやめてよ、ちょっと。ずっとそこから見ないでって。くぐれるかと思ったけど、くぐれんかった。ねえ、見て見て。めっちゃ声キングついてくるんやけど、かわいい。超ついてくるんやけど、かわいい。この辺から上がれるかな。来た来た。声キング来た来た。でも何もしてこない。ペットやん、ペット。めっちゃペットやん。よいしょ。一応しゃがんどるけど気づかれそう。あ、間違えた。ねえ、ちょっと走ってそっち行かないでよ。私、ゆっくり近づいていきようやけん。いけるか。いけ!どや?今度こそ。やったー!お、スカタンクで会っとった名前。やったね。イェーイ。あ、ムクホークレベル上がったよ。やっぱ捕まえるだけでレベル上がるってめっちゃいいわ。よし。まあじゃあとりあえず今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、まあ、図鑑完成形のやつが結構多いんよね。その辺は、まあ、レベル上げも兼ねて、まあ、バシバシ倒すなり、捕まえるなり、しておこう。頑張ろう。